階建て音楽バスのスパイポッドバスです。接近は半分屋根付き半分屋根なしが出ました。すごい。右側奥の方ではスタッフ最後まで見送っているので、右奥白いシャツのスタッフに行ってきます。後に出ていただくようによろしくお願いします。まあ、怖いって言ってたけど一回も使ったことはないので安心してください。必ず座席の下についています。さあ、あっという間に海が目の前に見えてきました。水かからないとは言えなくて、はい、かかってしまう可能性全席平等にあるので、まあ、これもセットで心の準備をしていただけると嬉しいです。ではこの辺りから、もうやだ、いながら行くのよ。はい、もう逃げられませんのでね、ちょっと頑張っていきたいなって思います。前から入っていくのでしっかり前の方も見ていてください。どこからスプラッシュしていくのかなというと、今前のところには坂が見えてきました。スロープと呼んでいます。スロープに入ってバスのエンジンと船のエンジンを切り替えることと、どんなに安全に入れると分かっている日であっても、ここで潮の速さとあとは風速を測ります。安全確認をしてからいよいよスプラッシュです。では斜めになったところでこの辺りで一旦止まります。大丈夫、誰も落ちたことはないので安心していてください。ママとしっかり手をつないでてもらって、なので皆様動画もオンでよろしくお願いします。ではよろしくお願いします。はい、では正面にご注目ください。いきます。みんな大丈夫かな、大丈夫な人、はーい、あ、よかったです。ラブジュレスです。すごかったね。いかがでしたでしょうか。まずは丸ごと海に後ろの大きな船も見えています。いかがでしょうか。もうこの辺りはたくさんの船がやってきている東京港でございますので、日本最大級の貿易港をご覧いただくことができます。では右へと展開してまいります。ちょうど皆様の右奥にはレインボーブリッジが見えてまいりました。これから正面になりますので、レインボーブリッジを今日はくぐりますので、これから先は正面のレインボーブリッジどんどんと近くなってまいります。皆様、カメラは景色を撮るので横にぜひなさってみてください。ちなみにちょっとだけ揺られています。いただけます島は第6ダイバートです。おはようございます。ご家庭の方はぜひレインボーブリッジを見上げている可愛い後頭部をいっぱい映してあげてください。現在の言葉で言うと映えますので、ぜひやってみてください。では見えてまいりました、この辺りからがレインボーブリッジです。ハルミの選手村でございました。来年ハルミフラッグという日本最大級のマンション群として販売が行われます。もうすでに販売中でして、来年の3月から入居が可能と2度回っています。無人島です。あとは小台場地区は一戸建てのお家がありませんので、マンション群で外でゴミを集めるようなと手前に各用でございます。測量船何をしているものかなというと、海の調査と海洋調査、あとは海上地図の制作のための測量を行っている船でございます。今日は2つとも停泊中です。全くいない時もあるので、今日は双子のように今の状態になっている、今このまんまの状態になっている、どちらかが正解です。ぜひ正解だと思う方に直感で手を挙げてください。では一番の飛行機みたいに内側に閉まっていると思う人、はーい、ありがとうございます。では2番のこのまんまの状態になっていると思う人、はーい、お、半分に分かれましたね。気になる正解は2番でございます。このまんまの状態です。そしてこれからこのまんまの状態のタイヤ大活躍をしてスロープを上がっていきます。船の先にはちょっと重りの役割をしていました。ではちょっとタイヤが上がることできないので、ぜひキャプテンとスカイラックの方、心の中で応援してください。上陸が一番難しいんです。では前のところから地面から水上がってきます。お水が上がってきたら無事にゴールになります。それではあともう少しです。
でも水が上がりましたので無事に上陸大成功でございます。水が上がったら上陸よかったです。ありがとうございます。なんでお水が今地面から上がってきたのかなというか、これから海水を流すために洗車をするからでございます。洗車ほら、上陸してくるんです。本当に船がそのまんまこうバスとして上がってくるので、とっても不思議ですね。左側です。お、向こうもお水が上がったので上陸大成功です。見える？こっち来るか？大丈夫？みんな見えたかな？見えましたか？